ミューズ広報部へようこそ。ニッコニッコニー、矢沢にこ役そらまること得意そらです。にゃんにゃんにゃん、星空林役ピッピーこと飯田理子です。誰か助けて、ちょっと待ってて。小泉花江役シカコこと久保ゆりかですけど、ちょっと待って、この続き言う前に先にちょっとリッピーどうした。リッピー今日リッピーがおかしくなっちゃったね。おかしくないよ。大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー。じゃあごめんね、リッピー読んで。いくよ。アイドル活動を通じて自分たちの通う学校を盛り上げようと、アイドルグループミューズとして頑張る9人の少女たちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち3人通称ニコリンパナが全力体当たりで頑張る広報部系ライブ、広報部系アイドルウェブラジオです。皆さんもミューズ広報部の一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。どうしたんですか、ね、そんな進行を止めるなんてちょっとびっくりあるまじに多いですよ。噛むし、でも噛んだことは今多分編集してもらうからみんなわかんないはずだから。あー噛んじゃった、あー噛んじゃった、あー冒頭のところ噛んじゃった。じゃあなんかさ、今日ソラすごい可愛く言ってくれたなと思って。なんかアデーな人いたね、うん、ナイスと思ったんだよね。そしたらもう右隣のリッピー選手がねふざけ始めたよ。これもう一生これもう成立しないよ、ここ。なんで、もう一回やっとく、もう一回やっとく、毎回2回するのこれ。不況だよ、不況。気止めないと。じゃあ行くよ。どうぞ。誰か助けて、ちょっと待ってた。楽しい。ね、これ言い甲斐があるよね、なんかね。いいよね。ちゃんと広まってんのかな。広まってるっぽいよ。ここで成立して終わりじゃないの。大丈夫大丈夫だよ、きっと。一回ツイッターでつぶやいてみてさ、どれぐらいこうなんかさ、返事来るかみたいな。いつだっけ、え、うん、いつかさ、なんかシカちゃんが、ちょっと待ってて、あ、違う、誰か助けて。なんでそっち言っちゃうの。あれ、あ、そっか、言ってた、つぶやいてて、そしたら、ま、割と早い段階で、うん、ちょっと待っててを言ったのがこの番組の D とダメじゃん。作家さんというか、まあ、彼を作ってくれている、うん、あの、そのブースの中にいる方なんですけど、うん、それ以外はね、ほんとチラチラだけど、ほんと割と真剣に、あ、大丈夫ですかみたいな人が多くて。ダメじゃん、心配させちゃ。違いますよ、そうそうそう、ね、なんとできることなら助けますけど、うん、みたいな。ありがたいからだね。そうだね、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろうじゃん。そうだね、広めていきたいね。はいはいはい。まあね、アニメとかでもね、なんか言ったらいいのね。でもさ、羽を結構言ってるよね。そうそう、言ってる。だからみんなその時練習で心の中でやってほしいなっていうやつで、うん、あれだって、うん、あ、これすごいいいメール来てる、今読んでいいですか、うんうん、ラブライバーネームたけさんからです。ありがとうございます。そらまる、リッピー、シカコ、こんにちは。こんにちは。シカコだけこれ意外にシカコって呼び捨てだ。リッピー、シカコ。ニコニコ動画でラブライブ第4を見たんですけども、はい、先日この番組で決めた誰か助けて、ちょっと待っててのやりとりが早速コメントに反映されてましたよ。そうなの。嬉しいよね。すごいね。嬉しい。じゃあシカちゃんがなんかさ、シカちゃんじゃない、もう久保さんじゃない、花代ちゃん。待って、言い過ぎちゃった今。花代ちゃんが、うん、誰か助けてって言ったらもうちょっと待ってて っていうもうバーッとのようなコメントが見られるんです。すごい。私じゃあ何回もちょっと待っててって書き込んどくね、いっぱい。空じゃん、それやったのも。みんな書いてる書いてると思って、ちょっとそういうセールスしておこうかな。ちょっと楽しみだね。いつ言うのってなっちゃうね。早くなんか人々の前で本当に生で言いたいね。そうそうそう。あー、シーンってなったら悲しいな。大丈夫だね。必死で言うよね、うちら二人が。シーンってならないでくださいって言って、ツイッターで呼びかけとこう。呼びかけとこう、呼びかけとこう。何か言ってくださいって言って、声言ってくださいみたいな。はい、というわけで、皆さん最後まで本日もお付き合いよろしくお願いします。ラブライブミューズ広報部、スタート。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りします。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ。ラジオを聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介する広報部掲示板のコーナーです。早速お便り紹介しましょう。はい、ということ
ということで1枚目読みますね。ラブライバーネームアビダイさんからです。ありがとうございます。ニコリンパナの皆さん、おはこんばんにちは。おはこんばんにちは。言い方までしなくていいんだよ。そうなんだ。そうダメだったんだ。かわいいね。恥ずかしくなっちゃった。はい、アニメ第6話見させていただきましたよ。タイトルがセンターは誰だということで、うん、だんだんとアイドル活動に力が入ってきたなと思っている今日この頃です、うん、ニコちゃんがめちゃくちゃリーダーをしたい感じをいい意味でビンビンに出していましたね。出しました、うん、ほのかちゃんのみんながセンターと言った時、僕はその手があったかと思いました、うん、ほのかちゃんの器の大きさにやっぱりセンターはほのかちゃんだなと納得しました、うん、これからも頑張ってくださいということです。ありがとうございます、うん、そうだよね。みんなが、ま、なんか割とさ、私たちがこのライブとかでやらせてもらう時もさ、うん、割とみんながいい感じにね、センターになる曲があったりするじゃない、うん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 、そんな感じだよね多分ね、うん、でもなんつうの、その曲ができるまでの過程を描くみたいのがねすごいいいなと思って、なんか、うん、みんながセンターになる曲を作りたいみたいな感じで、でなんかみんなが歌ってる踊ったりとかできるよねみたいな感じで、あれしたらあのテーテレッテーが始まるわけじゃん。そうそうそう、あれね、あれいいよね。あの PV っていうかさ、あのさ歌パートもすごかったよね。ね、そうだね、可愛かったしさ、うん、最後の方みんな頭につけてるやつ、もうピッカピッカだったよね。本当にやりたいもん、あれライブとかでね、え光らせたいもん。うわ、耳つけてほしい。猫耳つけたいね。ふみちゃんちょっと大きいよ ね、バニーだったもんね、うん、耳が長くて ね、 ね、そうですね、嬉しい、ね、面白かったな、うん、あとなんだっけ、この6話のね、なんかね、うんうん、なんかカラオケのところで、うん、なんかラブノベルスが流れてたみたいな、あ、うん、かもかもね、うん、なんか噂を聞いて私ね、うん、流れてた、録画してからもう一回見てみたら流れてて、うん、びっくりした、うん、いいね、なんかそういう使い方、そういうとこまでね、そうそうそう、すごいよね。なんか愛してる万歳とかさ、うん、前のなんていうの、普通のさ今までの曲がさ出てくるんだと思って、うんうん、びっくりした、ね、嬉しかった、うんうんうん、あんなのさりげに聞、さりげなく聞いてた人もちょっと気になっちゃうかもしれないね、うんうん、なんだろうね、うん、みたいなね、うんうん、嬉しいですね、うん、みんなちゃんと見てるね、嬉しいよね。それでは続きまして、バクナさんからですね、ラブライバーネームありがとうございます。サラマルリッピーシカちゃん、こんばんちは。こんばんちは。ラブライブ6話見ました、ありがとうございま す、 います。始まって早々のインタビューも、うん、各メンバーの個性がよく出ていたので、うんうんうん、見ていてすごく楽しめました、うん、ただ小鳥のカバンの写真が気になりすぎる、かっこ笑い、うんうん、で髪を下ろしたニコが、うん、髪を下ろしたニコが、うん、マジで別人でびっくりしました。いいよね、キャラまで変わっていて、うん、ニコニー先輩マジアイドルでした、うん、そんで練習シーン、のぞみも言ってたけど、本当に日常とダンスしてる時のギャップがすごすぎる、うんうん、リーダー争奪戦は各ミューズのメンバー一人一人に見せ場があったり、うんうん、カラオケの背後でラブノベルスが流れていたり、いろいろとお楽しみ要素もあって面白かったです、うん、最近僕の周りでラブライバーが着々と増えていて、嬉しいな、合ってる、合ってる、着々と増えてきて、うん、ラブライブの話ができる友達が増えてもすごく嬉しいです、うん、ありがとうございます。ございます。そうだ、ニコニーが髪ほどいたんだよ。そうだよ、なんだよ、すごいね、あれね、初だよね、初初初ささってね、私も初めて見て ね、 ね、いろんな、いろんなニコニーがいるんだなって思った。ねー、いいよね。ね、喋り方まで変わったもんね。そう、だいぶね。そうそうそう、でもね、あの後みんなっていないしみたいな、もう妹と大体大笑いしたあそこだし、アフレコで見てんのに面白いよ、面白いし、そうそうそう、いいなあのシーンって感じ、うん、ねえ、いや面白いよね、うん、ニコさんもね、ギャップがいいよね、いいよね、いいね、かわいい、うん、ちゃんと見てくれてるね、みんなね、ね、ほんとだね、やっぱアニメ化のおかげでね、しかも最後ラブライバーが着々と増えてきてって言ってるし、うん、ね、嬉しい、うん、嬉しいね、うん、こりゃもっと増やそう、もっと増やそう、もっと増やそう、ほんじゃら続きまして、はい、ラブライバーネームほんじゃら誰だ、誰だ、待って、何何、倒れて、何、おっさんキャリーだよね、ほんじゃらだよね、何も言ってないですけど、どうしました、ラブライバーネームイーストヘッドさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、ソロマルシカちゃん、リッピー、こんにちは、こんにちは、エンディング曲きっと青春が聞こえる買いました、ありがとうございます。いや、いいですね、聞くたびにエンディングのピアノの前にみんなで並んでいるシーンが思い出されます、うんうん、毎回エンディングを歌っている人が違いますし、
各バージョンもすごく音源が欲しくなります、うん、ラブライブのスタッフさんぜひぜひお願いします。そしてカップリング曲影の城で踊りたい。なんだこの曲、すごいびっくりしました。いやーこれは素晴らしい変化球ですね、うん、これも早くライブで聴いて一緒にはーとかふふふーとかしたいです、うんうんうん、というわけでありがとうございます。ありがとうございます、ね、いろんなバージョンがさそうだよね、毎回違うもんね、うん、確かに3人だったりとかね、1人だったりとかね、うん、そう1人のやつもね、うん、あれなんていうの、みんなで合わせる用のなんていうの、そのエンディング、みんなと普通常エンディング用に撮ったのとは別に、うん、あのアニメのエンディングだから、うん、なんていうの、もっと、うん、もっとどぎついニコニーバージョンが、で撮らせてくださいって言って、うん、私、うん、そう終わった後にお電話して、うん、そう、あのね、アニメエンディングバージョン の、 その、うん、ワンコラスだけのやつをね、うん、撮ったの、特にサビとかを、うんうん、そうなんだ、そう、おかげですごいニコニーな感じだったよ、うんうんうん、ちゃんと、うん、あ、やった甲斐があったなって思ったね。確かに、そう、だからみんなと一緒に合わさってるのが若干また違ったりとかしてね、本当に、そう、実はね、そうなんですよ、いいね、なんでね、すごいなんか本当全部手が込んでるというかさ、細かいとこまで作り込まれてて、本当にね、かぐやの城で踊りたいもんね、はっはってやりたい。楽しかった、撮ってて。ね。ね。最初からってヒーバーって言ってるよね、確か。言ってる言ってる。うんうん、ヒーバーでって言ってるよね。フィーバーだよね。そうだよね。ヒーバー、ね、ヒーバー、何回ヒーバーって聞いたの、ヒーバーみたいな。そう、私ずっとね、なんて撮ったか忘れちゃって、ヒーハーって言ってたっけ。違う違う違う。ヒーハーって撮ったら覚えてるでしょ。なんだよ、ヒーハーってって思いながら。フィーバーフィーバーだよね。フィーバーだよね。フィーバーだよね。急になんかさ、芸人さんになんかね、ちょっとブラックな感じになってる。やっちゃいそうだよね、なんか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、ラブライバーネーム、カタパルトさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ソラマルリッピースカちゃん、こんにちは。こんにちは。ツインテールをほどいたニコニーに衝撃が走りました。ますます大好きになりました。うん、髪型一つであんなに印象が変わるもんなんですね。うん、皆さんも髪型を変えてみたいと思ったことはありますか、うん、もしも好きに変えていいとしたら、どんな髪型をやってみますかということですよ。アフロ。おー、アフロにして、うん、枕いらずの生活にね、私もずっと憧れてんの。どういう意味？本当に？アフロにしたら枕いらないの？なんかいらないってね、うん、なんか女子サッカー選手かなんかいたのね、まあアフロの人方が、で、いやーすごいんですよ、これ枕もいらないんですよって言って、何それ超羨ましいと思って、そんな枕嫌いなの？そうだよね、逆に、うん、そんなことないけど枕好きだけど、うん、なんかねって言ってて、なんか便利だなと思って、うん、なんかモコモコしたいなと思った。そうか、そうだったもんね、そうだったね、うん、アフロアフロ、オンオンとか言わなかったね。うんうん、お二人はいかがですか？なんだろうね。好きに変えれたらって、も好きに変えてるからな。そう、ね。でも逆に短いからさ、なんか伸ばして。うん、なんかね、かそう、長いの見てみたいよね、シカちゃんのさ。見てみたい。何その笑みは。長いのね。うん。やろっかな。伸ばさないけどね。うん、なんか、ウィッグ買ってたまーにさ、ウィッグとかなんかお仕事の写真とかでさ、たまーにあったりするよね。うん。あー、そうだね、見てみたいな、やだなんだこれ、すごい笑顔で断られちゃった。私も見てみたいんだけど。じゃあ3人で会う時だけ見せるね。じゃあいいよね。じゃあいいや。なんでなんで、そんな何、今までの見たがってた2人どうしちゃったの？帰ってきてよ。リッピーはリッピーはどんな髪型にしたの？なんだろうな、でもなんかこの間までボブだったし、うんうん、今も割と伸びてきて長くなってるし。伸びたね、そういえばね。そうそう、さっきもね、さりげなく伸びてる。そう、うん、もうちょっと今伸ばそうかなって思ってるし。うん、なんだろう、あ、でも強いて言えば、うん、ほんとリンちゃんぐらいのショートカットにして、オレンジ色、ね、ほんとにもう忠実ぐらいの感じにしてみたいなと思うから、うんうん、いいね、うん、なんかリッピーさ、あの目鼻立ちがさ、もうはっきりしてるからさ、うんうん、絶対に似合うよ、そういう髪型誰誰もう誰おかしくない、すっごいスケート好きなの、すっごいリッピー好きなのね、なんで突然の、なんで急になんか、ね、突然のね、いろんなリッピーを見てみたい、なんかデパートで一回なんかメイクそうだよね、あなたすごい目鼻立ちがくっきりしてるから似合うと思うの、こういう色もみたいな、やっちゃうよ
よしよしよ、若干なんで今切っちゃうかもしれない、本当に危ないな。一回さ、3人でツインテール合わせてみたくない、なんか、あ、やりたい、ジャージで、あ、かわいいね、いい、うん、やりたいね。じゃあさ、全員3人メガネもやろうよ。あ、いいね、全部足しちゃおうよ。じゃあツインテール、ジャージ、メガネ、あともう一個何、何する、あと何よ、猫耳つける、それで。で、語尾全部にゃそしてもう俺たちがニコリンパラダみたいな、すごい感じ。俺が、俺たちが、そのかっこいいファンの人もなんか来てほしい。あーみたいな、あースリースタイルが流行る。そうそう、ニコリンパラスタイルみたいな。面白いね。一気に3人を応援できるっていうね。奇跡の格好がね、生まれそうですね。いいね。ウィッグカムは私ちょっと。いいね。じゃあ、シャワロ。はい。というわけで皆さん、本当にたくさんのお便りありがとうございます。これからもどんどん送ってください。わーい。まあね、そんな風に送ってもらったりとかしつつ、うん、あれだよね、今日特別な曲でしょ、そう、聞いてもらいたいのって、そうなんですよ、うん、なんだっけ、8話のね、8話で、はい、ドバッ、なんとね、びっくりじゃなかった、ここで書けるんだと思わなかった、そうだったって思ったよ ね、 ね、ファーストの曲がさ、ね、結構みんなの中で思い出深い、そう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 、いや絶対そうですよ ね、 でしょ、 ね、 ね、ちょっとあれ見たらさ、改めてそのファーストについてる PV が見たくなっただろうなと思ったんだけれどもね、うん、そんなわけでね、9人揃っての曲だから ね、 ね、うん、改めてぜひぜひ歌詞とか見返してもらえたらいいななんて思います、うんうん、それではお聴きください、ミューズで僕らのライブ君とのライフ。ちゃんといえば引っ込み思案でなかなか言いたいことが言い出せない性格でしたが、なんとついにアニメの中で自分の気持ちを打ち明け、スクールアイドル活動に参加することになりました。素晴らしいですね。そこでそんな勇気を出して一歩踏み出したかよちゃんを見習って、普段言えないでいること、言いたいけど我慢していることをこの場で言ってしまおうというコーナーですね。いや早くも人気コーナーになっていますな。素晴らしいですな。うん、本日も楽しみでございます。早く終わらないかなこのコーナー。なんでよ、いっぱいお便り来てんだよ。もうね、楽しみだよ ね、 そうね。だからね、2人が急に知らない人みたいになるから嫌だ。知って知って知ってって、これから知って、これからだよ私たちは。2年やってんのにな。これからこれからだよ。そうだね、そう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 、うん、
読む読む。じゃあ早速行きまっか、うん、紹介しますね。私から読んでいいの？じゃあこれいいよ。あ、しかしやりたいやりたい、どっちでやる？なんでだ、先にやった方が楽かな。先やる、うん、いやでもやっぱ、うん、取っといた方がいいだろ。取りで、今日はじゃあ取りで、取りパナで、取りパナしよう。じゃあ1パナするね。はい、お願いします。はい、というわけでいきますね。ラブライバーネーム、これはニコンシさんからです。ありがとうございます。僕の周りには海ちゃんが大好きですというラブライバーさんしかいません、うん、みんな1話のみんなのハートを打ち抜くぞってハートを打ち抜かれてしまったそうです。あら、うん、でも僕はニコニーが大好きです、うん、そして徳井さんのツインテも大好きです。ありがとうございます。どうすればニコニーの魅力をみんなに分かってもらえるの？ニコニコニあれ花屋で足したよ、ニコニコに書いてないのにリッピーなんでもうめっちゃニコニーの話するかも。ニコニーつけちゃってもじゃなかったね。なぜ花屋で主張する必要があったのか、そう、なんでこれが花屋だったのか読んでて分かんなくなっちゃってニコニーってつけちゃった。そうだね、花屋の告白なんだけど、そうだよね、花屋がニコニーに関する告白をしているんだよ。そうだね、そう、あ、なるほどね、なんか言わせたかったのかも。そうか、リッピーの花用でこれを言わせたかったのかも。いいね、よかったよかった、うん、そういうことだよ ね、 ね、最終的にさ、みんなのさ告白っていうかもう言わせたいだけだよ、もうな。なんか知らない人になっちゃったみたいな。もう早く終わらせようと思ってるから分かっておいで、久保さん早く終わらせよう。じゃあ行きまして、ラブライバーネームレインボーさんからです。ありがとうございます。僕はみたらし団子があまり好きじゃありません、うん、なぜなら甘じょっぱいって言うけど甘いのかしょっぱいのかはっきりしてどっちつかずの味が非常に納得いかないです。そんなことないよ、同じぐらいで分量的に文字数で 1,2,3 ほらんのよ。点がだってさ3回ついてるなんでよ、みたらし団子ね。あ、そっか、苦手なんだ。あ、みたらし団子は私大丈夫だけど、うんうん、あとなんかチョコがさ、うん、ポテトチップスにさかかってみたいな、うん、塩チョコみたいな、そうそうそう、あ、塩チョコとかも、ね、塩キャラメルとかもそうだけど、ね、うん、甘いのしょっぱいのと思っちゃう。わかる、それはすごく共感する。嫌いなの？嫌いってわけじゃなくて、あんまりどっちかはっきりしてて、すごい本当それこそ言いたくなる。嘘、そう、好き、あ、なんかそういう感じがなんかどっちっていうのがね、すごい、すごいね、なんぞ悩み高いみたいな、すごい感性だよ ね、 ね、悩まされたいみたいな。でもさ、甘いケーキを食べた後にさ、なんかチキンナゲットとか食べたくない？それはだってさ、甘いものだったりしょっぱいもの食べたくなるけど、ね、同時じゃん、うん、どんな上から見られてもなんだよもう。え、そっか、ダメなんだ、うん、いいじゃんね、うん、いいと思うよ、全然いい、うん、私は好きだよ、うん、いいと思うよなんだろう、うわー、僕はよもぎ団子がいいな、あ、もなかでしょ、どうせこの人まだもなかの剣をこいつらモナカの剣を絶対モナカだよ、まだ。私この間たまたまさ、たまたまっていうかもう変だけどさ、ラブライブ、あ、例えばラブライブのラジオ今日配信とか聞こうと思って聞いたの、モナカモナカって言われて私かわいそうと思ってさ、もう読むってね、モナカ何にも悪くないよみたいなこと言っててね、モナカ限定だしかね、そう、なんでモナカで限定されなきゃいけないのとか言ってね、怒ってた私、怒ってたね、ちょっと楽しかった、よかったね、今視聴できてね、それね、思い出したからね、はい、ありがとう。はい、じゃあ最後、あー、最後いくよ、ね、うん、はい、ラブライバーネームコオロギカマキリコウモリさんです、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。なんで三兄弟みたいになるの、どれだよ。はい、ではこの花代の初めての告白コーナーが始まった時からずっと思っていたことです、うん、そらまる、リッピー花代のまで見てないよ、もっと頑張って。あれ、誰だろうこれ、うわ、似てないよ、似てない、久保さん似てないよ。いやでもコオロギさんとカマキリさんとコウモリさんはね、うん、二人に森の仲間たちみたいな、その二人に対しての主張だよ。なことないよね、頑張ってる、もっと頑張ってって言ってるよ。うん、ほら、頑張ってください。
頑張らなきゃこのコーナーは終わりますよ。まだまだやるよこのコーナーね。やるよ。好きだからやるよ。面白いもんね。まず冒頭が面白いもん。ね、初めてのここタイトルコールね。面白いから。誰がふざけるかみたいになってるぐらい。探り合いだからね。はい。じゃあ締めるよ。いや。はい、というわけで皆さんも言いたいけど我慢してること言えないでいることなどがあったらどんどんメールしてください。以上、花代の初めての告白でした。ラブライブミュージックオープンー、上手にセリフを作ろう国語の時間。今からお題となる言葉が出されるので、私たちはその言葉の前後に文章をくっつけて萌えなセリフを作ります。萌えと判断されるとピンポンの音が鳴り1ポイント獲得。しかし残念ながら萌えじゃないと判断されるとブーの音が鳴り、ポイント獲得ならずですね。最終的にポイントが一番少なかった人が、まあ、罰ゲームとなります。はい、罰ゲームは番組の最後に残りの2人から指定されたモノマネで残り放送です。はい、うーんもうね、このコーナーやるとさ、うん、3人の仲が悪くなると思うんです。だから私やめた方がいいと思うんです。あれそうでもやる前からもうなんかやる前から否定的だな久保さんは、うん、でもさほらさ、うん、あのあれよね、可愛い子には旅をさせろって感じで、きっと私たちがこう争うのも必要なんだよ。そうだよねって言うよね。わかるわかる。絶対わかってねー。わかってねー。もうでもそんなこと言ってもやらなきゃいけないじゃん。うん、そうなんだよ。はい。そうか、お題する前にもじゃんけんしようとしてた。お題の発表からいこうか、はい。じゃあいくよ。最初のお題こちら。ジェットコースター。ジェットコースター、言葉に入れるって難しいね。難しいよ、名前だからね。そうだよね、歌とか歌ったら怒られちゃうもんね。怒られちゃうよ、怒られちゃうなもう歌いたくなっちゃったもん。歌いたい、ね、ジェットコースター見た瞬間に聞いたらもうね言っちゃ絶対ダメだけどさ今の。ああ言っちゃいそうだよ。多分ね同じこと考えてるよ。もう夏っぽい感じするなと思っちゃった。ピンク系のやつね。そう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 、絶対言っちゃダメだよ。ダメだよ、ダメだよ。じゃあ、まま、時間稼ぎしてるよみんなね。無駄な話で。じゃあじゃんけんじゃんけんしようか、うん、最初はラブじゃんけんぽい。おらっと、ああそう、あそう、最初はラブじゃんけんぽい。違うやった、やった、違うやった、反則ラブ。これ出しちゃうんだって。なんかラブラブはね、じゃんけんの中で出しちゃいけないんだよね。生生、じゃあ私2番で3番1番か、うん、いやー今ジェットコースターの変な話してたから全然考えてなかった。いや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 、そんな笑顔で言われてもリッピー全然違うこと考えてる、ね、超嬉しそうだよ。どうリッピー、行こうね。よし、じゃあリッピーお願いします。もうすぐ頂上だ、頂上、きっと隣に乗ってるあなたもドキドキしてるんだろうな。このドキドキこのままずっと続けばいいのに。やった、おお、うん、いい、よかった、うん、よかった、いいんだ、よかった。ダメだと思ってた、ダメだと思っていた、しかしよかった。誰だ。やった、どうしようどうしよう、これ喜べる。あーあーあー、じゃあ私もどっかで使おうそれ。なんでなんでよ。やめてよ。パクリ宣言やめてください。得意さんは、得意さんはよしできた、よし、はい、オッケー、はい、では得意すらさんどうぞ。はぁ、私ジェットコースター苦手なんだよね。でもどうしても一緒に乗ってっていうか乗るね、うん、無事に帰ってこれたら伝えたいことがある。なんか最後誰、死ぬ、死ぬね、もう、ね、直前だよね、もう戦だよね、なんかったら、うん、どうしたの。いやもうちょっとうまく伝えたかったんだよね。あちょっと時間が足りなかったかな。そうだね、ちょっと時間稼ぎが足りなかったから。あれ、うん、難しい、難しいね、難しかったね、難しい、手汗かいてた。はい、じゃあアシカさんお願いします。いきましょう、いきましょう、どうぞ。カラン、私の恋愛？そうね、まあ、だいたい
くりゆっくり進んでいくでしょ。でももう、あ、落ちるなって思ったら超スピードで落ちていく。そう、ジェットコースターラブ。すごくない？新しいね。ダメ？嘘、ダメ？その方法じゃあパクロ。パクるよね、もうパクロ、パクロ、次それにしよう。え、ダメ？すっごい私もう大喜利じゃねって思ったもん。え、あ、違うか、これ大喜利じゃないもんだって。燃えさせなきゃいけないんだよ。そうか、燃えさせなきゃいけない。誰も大喜利って書いてないよ。なんで勝手にこれが大喜利コーナーだといつから錯覚していた。あ、そっか、それは罰だ。燃えさせなきゃ、そう。え、そっか、キュンとさせなきゃダメだもん。そうそう、すごいいろんな背景見えたり、それでも見えた。なんかね、暗いバー、暗いバーが見えた。暗いバー見えた。ダメだった、ダメだった、惜しい。でもその方法はいい。じゃあもう一回、はい、お題発表してからだね。いくよ、お題は続いてこちら、忘れ物。あ、今の方法でいくと、うん、まあ、こうかなっていうのがちょっとあるかな。あ、なるほどね、あっちの方式だ。うん、あっち方式だと。あ、なるほどね、まあ、あるかな。じゃんけんしようか。じゃあ、いいよ、最初はラブじゃんけんぽん。おわかい、みんなチョキしか出さないんだもん。黄金の右手でじゃんけんするぜ。こんな左手だ、魔法の左手。ああ、魔法の左手出てるぞ、テンション上げてるぞ。最初はラブじゃんけんぽん。アイスコネーション。アイスコネーション勝った。じゃんけんでだんだん楽しくなってきちゃった私たち。すごいね。リピーリピーだからね。私たち毎回いつもやってることでさ楽しめんだよ。いやー、やばい、涙が涙が出る、涙が出る、涙が出る。今何が起こったかというと、リッピーが早出ししすぎて一人でジャンケンあれっつって、あれっつって、やばい、いやー、すごい、その前が泣いてる。いやー、泣くほどね。いやー、私たち本当毎回同じことで泣けるなんて、すごいね。やっと聞いたことある、そのね。じゃあ私2番。じゃあ3番。あー、やばい。私1番。うん。うん。あ、じゃあ、行きましょう。どうぞ。忘れ物は何ですか？行ってみたいところは、どこですか？え？私？未来。あ、ダメだった。何？何？どういうことだって。なんだよ今の。なになになに、どんなコーナーこれ。ねえ、ちょっと。でもこれすっごいいろんな意味が含まれてて。すごいね、すごいの、いいよ。違う国の子が来ちゃってさ、なんか、そっからの。異国の文化の出会いとか、そういう長いの。ラノベ的な感じだったの。どう？燃えた？あ、燃えてない。ね、全然ブーブー、ね、言われてる。恥ずかしいね。恥ずかしい。ポイント獲得ならずね。ならずね。特技さん2番ですけど、はい、いけるでしょ。そうですね、うん、応用したらいいから、いろんなことにね。そうだね、応用いいよね、応用いいよね、うん、いきますよ。そらちゃん、なぞん。私がした人生最大の忘れ物。あれはまだ20代の頃だったかしらね。バーで未来やらジェットコースターやらについて語ってる時、あの時気づいてなかったのよ。あれからずいぶん経ってから気づいた。あの時私にお酒を一杯おごってくれた人、それこそが運命の人だった。でも今気づいた時にはもういない。私はバカな女。なんでだよ。どこで忘れ物行ったの？ね、え、最初に言ってたよね。だいぶ冒頭に全然入ってこなかったもん。なんで入ってきよ。しかもさ、続きだったと思って、ね、さっきのバーの。ね、そうだよね。うん、ね、絡めたね。うまく。ジェットコースターだったら丸だったかもしれない。あ、そうだよ。キーワードが。そうだよ。なんでなんで。急にね、ちょっと私悔しい思いにさせるの。いや、でも徳井さん今日全然ポイントないよ。徳井さん今日ね。久保さん、久保さんもないよ。もう二人ともちょっと、もういいよ、もうこれで。もうさ、勝負しなくてもさ。まだあるかもしれない。
でお前が、まあ、まだわかんない何があるの、やってみなさ、今日 ふざけてるからさ違うよ、だって次取ったら5万点かもしれないもんね頑張ろ う、まだわかんないから、うん、じゃあリッピー頑張ってね、俺は可愛くいくよ、うん、もうじゃあまでリッピーどうぞ、ふざけてるからああそうでした、そうでした、私の心をあなたのところに忘れ物してきちゃいました、ちょっと待って、よくわかんなくなっちゃったあれなんか可愛いから、いいかな、なんかずるいずるいずるい、なんか腕組まれてずるいずるいずるい、なんかわかんなくなっちゃった、めっちゃ汗かいちゃったよ、もう右手が温かい、なんだずるいずるい、あれ何言ってたんだろう、絶対今私に感情移入してピンポンしたよね、絶対今の誰、今のピンポンしたの、熱っ熱っ、どういう意味だったの、でもよくわかんない、あ、ずるくない、でもポイント獲得だ、でも次のお題もあるんですよね、あ、ないすごいよ、発表しようかポイント、まだよ私が2点、そしてそらまるとしかちゃんが0点です、またでもじゃあもっと、うん、じゃあもうちょっと、うん、そうだな、2人で対決する、え、なにサドンデスみたいな、なんでの、いつの間にサドンデスどうしても OK が出ちゃう、 OK じゃないよ、やめてよ、結果一人であれするんでしょ、なに、あじゃあ本当にやらせるんだこの番組、ね、びっくりした、そしてリッピーひどいよね、ひどいね、ひどいよね、もう急にひどくなったね、本当にもうえぐられてんのにさ二人とももうブッブー出て、バーシリーズでブッブー出てさちょっとしかちゃんとバーとか引用したの私がバカだった、ほんと、もう絶対リスペクトしない、あ、じゃあサドンデス、初のサドンデスってことで、なんサドンデス、なんでそんなこと急に、まさか本当になんだよ、リッピー急にもうなんか大笑いだよ、なんかもうお題出してきちゃったから、あのおかしいの、ちょっとルールを変えて、こう今次は2人がこうやった後で、うんと外にいるスタッフさんたちにこう判定をしてもらうって形、うんうんうん、どっちが良かったか、こう手挙げてもらって、もうそしたらさ、もうバレンタインのチョコ持ってこなかった私不利じゃない、もう絶対不利じゃん、どんだけネガティブなんだよもう絶対みんなあげてくれないな、大丈夫、そこは入れない、いいよね、言われて今言われたから思い出したんだよ、そうだよね、言わなきゃ誰もさ思い出さなかったあ、じゃあ今度なんか自ら墓穴を掘ったな久保さん、今度なんかどうしよう、じゃあお題を発表してもらいましょうかね、お題は、ダダダダダダダン、唐揚げ、なるほど、唐揚げですね、あ、さあ二人がどういう感じでどう行こうかどう来るのかじゃんけんで決めますか、どっちがいいとかあります、逆に、いや強いじゃあこうしよう、逆にじゃんけんで勝った方が、うん、先、そうだね、うん、そうしようかそうしましょう、行くよ、最初はラブじゃんけんポイント、勝った方がなんだっけ、先ね、先動揺してるじゃん、いやった、うーん、そうだな、頑張ってね、大丈夫、うん、引用すればみんなうまくいく、引用はしない、絶対しない、さっき学んだ、引用しない頑張ってね、それでは行きましょう、そらまるです、どうぞ、今日はね手作りの唐揚げを作ってきたんだ、唐揚げは鳥をあげるから唐揚げなんだよ、私はね君に会うととってもテンションが上がるから空揚げだね、おー、なるほど、意味わかんない、何それ、ね、意味わかんない、あー、かわいいこと言っちゃったかな、ね、来たね、これね、来たかもしれない、負けずに来たよ、もうやだ、じゃあ、久保さん、大丈夫、お願いします、はい、では、シカちゃん、どうぞ、熱っ、もう、唐揚げって美味しいし、みんな大好きだけど火傷しちゃうよね、でも美味しいから好き、はい、ということでしかちゃん、美味しい美味しい、そっち行きましたね、美味しい美味しいから揚げって言ってましたね、よっぽど美味しいんでしょうね、じゃあ皆さん、あーダメだ、もうダメだ、いいですか、決まってますか、心は、じゃあそらまる選手が良かった方、万歳なんでこんなことしたんだな
にやろうって言ったんだ。思いついちゃった思いついちゃった。私が唐揚げのネタ難しいって分かってたじゃん。お題出したお題出したんだよ。もうね、こあれだからね。あ、ほんとやだ。というわけで本日の罰ゲームはしくちゃん一人。イエーイ、よかった。はい、うん、頑張ってくださいね。以上、国語のお時間でした。ここでラブライブからのお知らせです。まずはテレビアニメラブライブの放送情報、ライブ配信情報です。東京 MX は毎週日曜22時から、読売テレビは毎週月曜25時58分から、テレビ愛知は毎週月曜25時35分から、 BS11 は毎週火曜24時から放送中です。そしてバンダイチャンネルは毎週火曜24時から、ニコニコ生放送は毎週日曜23時からライブ配信中です。はい、続いてテレビアニメラブライブ主題歌&挿入歌シングルの発売情報です。まずはオープニング主題歌シングル僕らは今の中でが好評発売中。カップリング曲ワイルドスターズと各カラオケも収録されています。はい、そしてエンディング主題歌シングルきっと青春が聞こえるも好評発売中。カップリング曲かぐやの城で踊りたいと各カラオケが収録されています。さらにテレビアニメラブライブの劇中挿入歌シングル1が好評発売中。1話挿入歌進めトゥモローと3話挿入歌スタートダッシュが収録されています。皆さんぜひチェックしてくださいね。そしてさらに嬉しいお知らせです。テレビアニメラブライブのブルーレイ第1巻が3月22日に発売されます。初回限定版には6月16日にパシフィコ横浜で開催されるミューズのサードライブのチケット最速先行販売申し込み券が封入されるほか、原案の君の桜子先生書き下ろしの小説や、うん、高坂ほのかが歌うミューズオリジナルソング CD など、超豪華特典満載ですね、うん、そしてさらに4月24日発売の第2巻には、うん、ニューイヤーラブライブの映像パート1も収録されていますので絶対チェックしてください。そしてアムラックス東京とラブライブのタイアップが3月開始予定です。わー、はい、私たちニコリンパナの取り下ろしラジオもあるよということでね、なんか試乗中にね、まあ、ノリノリで流れてるらしいですよっていうことなんで、まあ、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。はい、そして明日ですね、2月28日発売の電撃ジーズマガジン4月号は2号連続ラブライブが表紙の2回目となります。今回は海とニコが表紙ですのでお楽しみに。また2月28日には丸ごと一冊ラブライブオンリーマガジンの第2弾電撃ラブライブ2学期も発売されます。表紙は花よりん牧野1年生トリオなのでこちらもお見逃しなく。というわけで今日はちょっとここにですね表紙の絵が来てるんですよ。あ、かわいい、かわいい、花よちゃんはこれはあれじゃん。そうだよ、メガネの時のやつだよ。うわー、私たちのリッピーがラジオなのに行動だけで示すっていう。あ、やっぱり動いたか、今なんか残像見てね、動いて今メガネでしたって言った。あ、ごめん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 。ぜひ皆さんどちらも買ってチェックしてください。その他の詳しい情報はラブライブ公式ホームページをチェックしてください。以上、ラブライブからのお知らせでした。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを大募集しています。テレビアニメラブライブの感想、私たちへのパーソナルなメッセージ、質問などなどどんどん送ってくださいね。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。はい、というわけで今回の放送終わりましたが、どうでしたでしょうか。あのね、私ちょっと気になることがあるんだけど、さっきのあのさ、お知らせのコーナーで、私がね、こう読んでる時になんかシカちゃんが謎の相槌だかなんか鳴き声みたいなね、なんか発してる気がするんですよ。それ発してますよね。発してて、あの特にね、ちょうどテレビ愛知とかぐらいになんかみたいな、ね、聞こえるか聞こえないの、ね、ギリギリのところでなんかなんだかわからないね。なんだ、何かな。だからさ、そう、私次言うところすっごい笑いこらえなきゃいけなくて、私もなんか笑っちゃって、もう我慢しながら言ってんの。なんでこれいつものことじゃん。どうしちゃったの今日急に。今日ひどかったもん。今日違う、たまたま本当になんつうの、このなんかスポットでこうエアスポットにふわーって入ったから、なんかはぁはぁはぁと思ったわけ。後半思い出すの、あのさ、
頃ね、聞いてる人は分かんないけどさ、いつもさ一番最初の頃はね、みんな真面目に読んでたからなんか暗くなっちゃうし、相槌とか言えて楽しくやりましょうねって言ってたから、それを今すごい大事にね守ってるの。言われてた、そう言われてて最初はやってたんだけど、もうその相槌言っちゃうと一緒に言ってるなんかおかしくなっちゃって、次のとこが言えないからそう、もう言うのやめたの。なんでよ、ちかちゃんだけは今バーッバーッバーって言ってる。超真剣に私いつも相槌言ってるよ。真剣じゃん。って言うか言わないか、なんかそのさ、なんかうんうんとかだったらいいけどさ、はい、ちょっと時々低い人も出てくるの、うん、なんかうん、うん、そういるいるいる、そうなんかすごいオーディエンスがどんどん増えてっちゃうからさ、ちょっとどうかなと思ったのよ。消さない程度に頑張ってるんですよ、アイドチョ。なるほどね、何回もやってください。はい、頑張りますはい、そこでですね、ここで突然ですが、おお、最後に嬉しいお知らせです。次回のニコリンパナに、なんと東条のぞみ役の楠田愛菜さんが遊びに来てくれます。ぜひぜひ。ツイッターにニコリンパナ楽しみって書いてたんだ。え、あ、本当？本当？書いてたの、ツイッターに書いてたの。そうなんだ、うん、だからぜひぜひあのクッスンへのメールなんかもお待ちしてます。皆さんたくさん送ってきてくださいね。よろしくお願いします。それでは今回のラブライブミューズ広報部ニコリンパナはここまで。放送終了後には罰ゲームがあるのでお楽しみに。お相手は徳井空と飯田里穂と久保ゆりかでした。バイバーイ。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りしました。じゃあ、はい、罰ゲームですけど、私憧れのアフロ、アフロね、うん、アフロがいいかなと思ったんで、あのもしもシリーズというか、まアフロ工場の人、アフロ工場、アフロを作る、あのふわふわっとしたなんかその毛の塊だけを作ってる工場、アフロ生産してる、そう、アフロのみを生産してる工場で人々、人々、アフロ工場の人々、まあ一人でもいいけど、じゃあアフロ工場の様子、ちかさんお願いします。カチャン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 、もういつもいつもアフロばっかり作って、そんなにアフロも売れないのにね、アフロばっかり作ってさ、帰ったらあと飲むだけじゃん。で朝来てアフロ工場来てアフロ作ってさ気づいたらもういっと服にアフロついてるよ。服にアフロついてたらもう誰も言ってくれないじゃん、アフロついてますよって。どうすんの？そしたら。え？そしたらさ、アフロを支えてるの俺だよって言うべきなの？それ言われたらみんなどうすんの？え？これどうすんの？アフロ工場ってあんの？そもそも。アフロはね、奥が深いんですよ、もう。アフロはね、アフロ作ってる人間は大体唐揚げが好きなんですよ。そして趣味はね、怖く、こっち見てる、こっち見てる、怖い怖い怖い。趣味は旅をすること。そんなアフロ職人に君もならないか。最後アフロが怒ってきた、アフロが落ちて、え、もういいでしょ、もうだってさ分かんないもん私、アフロとか。アフロ工場があったらいいなっていう私の夢あるんじゃない、アフロがあるんだからさ。ああ分かんじゃない。もういいでしょ、もういい、大いに滑ったじゃんこれ。もうだって本編終わってんだよ、どんだけ喋んねんってなってるよ、もうみんなほら早く誰か閉めて、誰か閉めてよ。あ、外の人もみんな首をかしげている。ああ、アフロ工場の、じゃあ工場長から最後に閉めてもらいましょうかね、今週は。いいとも。アフロを作らせていただきます。工場長ですけれども、いや、今回はね、アフロ一筋の唐揚げが大好き、旅も大好きな彼をね、インタビューしていただいて誠にありがたいと思っております。本当にね、ありがとうございますね、皆さん。私工場長としてやらせていただいているもののですね、アフロに関してはあんまり存じ上げてない部分もありま
ますので、今後ね、しっかり勉強を皆さんと一緒にしていきたいと思っております。ということで、はい、皆さんね、ちょっと、アフロは、一回離れて、ね、サラサラの毛を目指していきましょう。つかめるぜ。で、じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。面白かった。